2月10日に開催を予定しておりました市民啓発講演会知ってみて聞いて人生会議は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止となりました観覧希望のご応募いただいた皆様には恩礼とお詫びを申し上げますこちらの動画では 講演会当日に予定しておりましたプログラムの一部をお届けしてまいりますはじめは横浜市立大学医学部総合診療医学草壁昭彦先生によります講演人生会議ってなあにお送りしますそれではご覧ください <music> 皆様こんにちは横浜市立大学の草壁と申します、えー、本日はあの人生会議って何というお話をさせていただきます、えー、今日はですねあの講演会でもともあの会場にたくさんの方々が来ていただく予定だったんですけれども新型コロナウイルスの感染拡大の状況でもって、えー、今日はあの無観客、えー、講演という形になっておりますで。 今日はですね、2022年の2月10日で、えー、今2時ぐらいなんですが外かなりあの寒いですね今日は雪が降るなんて言ってたんですけども今のところ横浜市では雪は降っておりませんで、えー、ここでですね「あの雪」と書けまして「人生会議」と解きますその心は「積もる話もあるでしょう」なんつって。 草餅ですということで始めていきたいと思います。はい、じゃ前半はですね延命治療とはっていうお話で後編で、えー、もしも手帳のご紹介をしていきたいと思います。えー、ACP アドバンスケアプランニングですね。これは人生会議の、えー、ああ人生会議がまあアダナなんですけれども、まあ、このような、えー、国がですねキャンペーンをかなり行っていると。 厚生生労働省が人生会議と名付けております。ACP、ねえー、ACP AC っていうんですけども、ACP って何なのかと、アドバンスケアプラーニングなんですけども、自らが望む人生の最終段階における医療ケアについて、前もって考え、医療ケアチーム等と繰り返し話し合い、共有する取り組みをアドバンスケアプラーニングと呼びます。で厚生労働省のホーームページに、 これれが書かれてるんですねで、えー、国はですねあの自分の納得いく、まあ、最後の過ごし方ができますよということでこれを、えー、推し進めているわけです。で人生会議、この ACP の公用ですね、えー、医療ケアチーム等と人生会議先ほど言ったような話し合いを行うと患者さん本人の自己コントロール感が高まるとか 患者さん、家族、医療者の協力関係が強まるとか、終末期における患者さんと家族の満足度が上昇するとか、遺族の不安、抑うつの軽減、あと病院死が減少する、自分の最後の場所を、ね、選べるみたいな、そんなようないろいろいいことがあるということがですね えー、これ医学的な研究でもって明らかになっているとそれを根拠に厚生労働省は人生会議やりましょうねと言っているわけですね。確かにこうざっと見ますと私たち国民にとってもいいことがありそうな感じはしますよね。でただですね先ほどのポスター戻りますとちょっと引っかかるところがあるんです。それここですね11月30日いい見取り いい見取られれは人生会議の日ってて書かれてます「11月30いい見取り」っていう、ね、語呂合わせなんですけれどもこれちょっと引っかからないですか皆さん「見取り」ってねやっぱ縁起でもないなそんなこと考えずに行きたいよっていうね方よくいらっしゃると思います延命治療なんかしなくったっていいしえピンピンコロリで行きたいみたいなねことを言ったり。 まあ,あ,あやだやだ、人生会議、でねななんかもうう縁起絵もない話、なんかな,なんんかだろうねネガティブな話あんまりしたくないよと、できれば先延ばしにしたいよという話かなと思います。で、ただですね、人生会議ってお見取り会議なのかというと、決してそんなことないです。人生会議っていうのは、最後の医療処置を決めるためだけに行うものではないです。 そして人生会議はですねあの国とか自治体とか医者とかそういった人にですね強制されるものではありません皆さんと愛する人々がよりよく生きていくために行うものだというふうに思っていただければいいかなと思いますなのでもうちょっと聞いてみてくださいさてあなたは延命治療を望みますか ということでですね、こういうチェックボックスがあって、はい、いいえ、わからないなんてことがありましたらば、皆さん、まず、どこにチェックしますかね。でこれはですね平成、えー、厚生労働省がですね、平成29年に行ったあの人生最終段階の医療に関する意識調査です。で、人生の最終段階において、最後を迎える場所を考える際に、重要だと思うことは何ですか って聞いたんですねそうすると多かった回答として7割ぐらいの人々は家族等の負担にならないこと体や心の苦痛がなく過ごせること自分らしくいられることこんなことを、ね、答える方が多いんですで一方少なかった回答です5%ぐらいしかいません可能な限り長生きしたい積極的な医療を続けられる こういったことを望む、重要だと思う、こういうことを答えた人は5%ぐらいなんですね。ということは、おそらく皆さんで、えーまあ、あなた、延命治療、望みますかと聞かれると、まあ、多くの人は、このいいえというところにチェックボックス入れるんじゃないでしょうか。なので、ででですね、現在の日本の医療の一般的な考えです、これ。 まあ長生きは良いこと、生きていることは良いこと、これは、まああの、医療現場じゃなくても皆さん、このように考えるかなとは思うんですね。で、少しでも延命が期待できる治療は基本的に行われる、または進められる、これが、まあ、医療現場の基本の考えですね。なので、延命治療を希望する場合は、特別な意思表示なくても OK。 だいいたやってくれる方向で話は進んでいくかなと思いますただ逆に延命治療を希望しないんであれば意思表示が必要だということになりますところで,です、ね、延命治療延命治療言ってきましたけれどもこの延命治療とは何のことか人工呼吸器のことを言っているの胃ろうのこと点滴のこと輸血のこと 血液、透析のこと心臓マッサージのこと、まあ、いろいろね延命治療と聞いた時に思い浮かべることあると思いますある定義ではです、ね、延命処置とは生命維持処置を施すことによってそれをしない場合には短期間で死亡することが必死の状態を防ぎ生命の延長を図る処置治療のことを言うとあります。 延命治療延命処置だとかの定義はですねあんまりはっきりしたものはなくなおかつ個別の医療処置のことは書いてないということが大きなポイントになっています延命治療の捉え方というのは実はですね人それぞれなんですね例えば抗がん剤治療中の70代男性の方がこうやっていますでこの方がですね 私はもう延命治療はしなくていいんですよってつぶやいたとします。でそういうい主治医が聞きましたけれども主治医はです、ね、この延命治療って患者さん何のことを言ったのかわからないんですね実は。抗がん剤治療はもうやめたいということを言ったのかそれとも今点滴栄養の点滴してたんですけれどもそれをもうやめてほしいって言ったのかとかあとは将来 心臓が止まったときに心肺、蘇生術、心臓マッサージをしないでほしいということを言ったのかこの主治医はですねすごい悩んじゃったわけですね。それであればですね最初から延命処置延命治療の内容を指定しとけばいいのかというふうになるかもしれませんが例えばこういうふうにです、ねえー、皆さん心臓マッサージしてほしいしてほしくない今は決められない。 人工呼吸器も同じように輸血、胃ろう、びかからの栄養補給点滴等による水分補給こういったことがですねしてほしい、してほしくない今は決められないってこうあった時にですね今、皆さんかけますでしょうか、これにやっぱり今は決められないってねここにチェックするしかないのかなと元気な人はそう思うんじゃないでしょうかね。多くの人は 今は決められないなぜなのかこれはですねすべての医療処置はですね状況によって延命的な治療であったり救命治療的であったりするからということなんですね場面場面で違うんだ意味合いが違ってくるんだということですちょっと例を出していきますと例えば心臓マッサージのこと マラソン大会出場中のこの元気な、まあ、ちょっと太ってますけれども元気な方が心停止起きた時にですね心臓マッサージをしますでこれは救命的な治療になりますでこれはですねきっと多くの人が望むものだと思いますで方や胃がんの終末期の方で徐々に衰弱した 心停止への心臓マッサージでこれはですねやっても、まあ、ほんの数時間の、えー、心拍再開あるかもしれませんが、まあ、基本的には、えー、これで、えー、心,心拍がね再開するということは非常に難しいというかほとんどない状況ですでこれはまあ、えー、延命的な治療というふうに捉える人が多いでしょうでそして、えー、この心臓マッサージは きっと多くの人が望まないでしょうなので同じ心臓マッサージでもですね、えー、この患者さん状況によって全然意味合い違ってきますね次、輸血の例です胃海洋からの出血によって出血性ショック血圧がどんどん下がった状態になりましたそして極度の貧血に対してこの方に輸血療法を行いました でこれは救命的な輸血治療という形だと思いますが一方で、胃がんの終末期の患者さん入院してますで病院で最後を迎えるということで本人もえ納得しているとで徐々に貧血が進んでいってです、ねまあ、今、週に1回ずつ輸血の治療を行っているこんな状況こんな状況は まあ延命的な輸血治療と捉える方も多いんではないのかなと思いますでこれもまた捉え方ですねそれぞれの人々のねもう一つ例えば人工呼吸器治療のことですこの人肺炎治療のために人工呼吸器をつけましたそしたら肺炎治療ねうまくいきまして良くなりました 人工呼吸器を外すことができて元の生活にこうやって戻りましたねでこれは結果的に救命的な人工呼吸器治療をしたということになりますただ一方でですね肺炎治療のために人工呼吸器をつけたんだけれども肺炎がよくならなかったとでなかなか人工呼吸器を外すことができずに数ヶ月経過 ね、半年経っっちゃったかもしれないそんなような状況はこれ結果的に延命的な人工呼吸器治療と捉える人が多いんではないでしょうかですからねこれ最初は同じように救命目的で人工呼吸器治療を行ったんですですが時間経過で、えー、延命目的の人工呼吸器治療になっていってしまうとそんなような経過をたどった ケースですねでこれは治療をやってみないと良くなるか悪くなるか分からない状況だったわけです人工呼吸器つける前は外せるのか外せないのか分かんないなのでこれ助かるチャンスもあるわけですよねなのでこれ最初から私はもう将来人工呼吸器はしませんよということをね決めちゃったらば非常にもったいないことになるかなと思います もう一つありましてね、胃ろうっていうと、まあ、延命治療のなんか代表的なものみたいに捉えていらっしゃる方いるかと思います。ちなみに胃ろうっていうのはですね、こういう形ですね、ご飯食べれなくなっちゃった、口から食べられなくなっちゃった場合に直接胃にこういうチューブを入れてですね、そこから栄養剤をこう入れていくと、そういう栄養療法のルートのことです。 でこの胃ろうもです、ね、実は救命治療っぽい胃ろ延命治療っぽい胃ろうというのがありましてです、ね、救命治療っぽい胃ろうというのは、まあ、脳卒中後の胃ろです、えー。脳卒中でもって、えー、飲み込みが、ね、うまくいかなくなっちゃった場合でもその場合、えー、いろいろ手足の、ね、麻痺の人たちもそうですけれどもリハビリしますよね。リリハビリして えー、うまく回復できる人もいるというお話聞いたことあると思いますが飲み込みができなくなっちゃった場合ですねそれも、えー、飲み込みのリハビリでですねうまく回復していく人もいますでその期間胃ろでしっかりと栄養を入れて、えー、リハビリに励むというそういうような方々っていうのがいらっしゃるんですねリリハビリするにはねあのやっぱり 相当なエネルギーいりますのでしっかりとした栄養療法が必要となってくると。で一方ですね延命治療っぽい色がありましてまあ認知症という状況ですねでこの認知症はですね演劇の回復しないというタイプの認知症が多いですの一般的なものがありますので,でこちらはちょっと延命治療っぽい色というふうに捉える人が多いんではないでしょうか。 先ほどど言いいましたけれどもこういう形ですね脳卒中後、胃ろうで栄養補給をしながら再び口から食べれるようにリハビリテーションを頑張っている人です。この人ねでこれがですね皆さん考える延命治療のイメージと重なるでしょうか胃ろうしてたって、えー、口から食べてますし、えー、これでですね頑張って、えー、リハビリがねどんどんうまくいっていけば胃ろうからの注入は 減らせる卒業もありうるとこんな状況ですなので色イコール延命治療ということではないんですということですねということで個々の医療処置を元気なうちからするとかしないとか決めてしまうと損ですよっていう話ですなんでかというとこの先ですねどんな病気になるかっていうのは私たちわからないんですよねなので 個々の処置医療処置をするとかしないとかは決めなくてよいですで実際に、えー、何かの病気になった時にはですねその時の病状に合わせた医療者側からのおすすめっていうのがありますのでそのお話ねよく聞いていただいてそれで一緒に考えていくということで良いのではないのかなと思います。 ただ延命治療自体は望まないという、ね、イメージを持っていらっしゃる方多いと思いますので大事なことはです、ね、自分はどんな状況を延命治療と考えるのかということを具体的にしとくということかなと思います。例えば私は認知症になって家族の顔が分からなくなってで自宅にもいられない。 で施設で栄養だだけをを入れられらるような状況を延命治療だと思っていますで私ねそういう状況を望んでないんですよっていうことを奥さんだとか娘さんだとか医療者にこれねこういうお話をしておけばいいんですよってことですね。医療がやりたいやりたくないとかね人工呼吸器つけたいつけたくないだけよりもこちらの方がずっとこの人が考えているような えー、最後の過ごし方っていうのが、ね、伝わりませんかでですね、えー、今あの共同意思決定モデルっていってですねいろんなあの医療だとかケアだとかの決め方はですね、えー、こういう形でいきましょうよっていうことになってまして、えー、医療だとかケアのチームがですね、まあ、医学的な最善の判断をしますでそれを患者さん家族に説明をいたします。 そしたらば、患者さんご家族の方はですね、自分たちのですね、命の物語私こうやって生きてきましたからっていうようなお話だとか価値観だとか専攻だとかっていうことをですね、医療ケアチームの方に説明をしていただくということですねでその医学的な判断と命の物語のちょうど、まあ、うまい落としどころを両者で探っていくというのが今の。 考え方になってますでそこにですねあの私はこういうことを延命治療と考えてるんですよっていうあの医療に対する具体的なイメージちょっと言っていただければかなり具体性を持って、えー、ご本人ご家族の方ですね望むような医療ケアに近づけることができるんではないのかなと思います。 でですね、今まで医療者側ってですね良かれと思って、まあ、ご飯を盛りすぎる傾向っていうのねあったと思うんですねでさっきのモデルでいうと、まあ、ちょうどいいご飯をねお互いこう説明し合うことでもってですねちょうどいいご飯のよそり方になるんではないのかなと思います医療者もですね一緒にちょうどいい分量の医療ケアを考えたいっていうのがありますので是非皆さんの方でも あの皆さんの,あの自分のお話をね、えー、してほしいなと思います、はい、ですので今やる人生会議ってどんなものかといいますと、まあ、いつか自分も家族も衰えるだろうという考えはあのベースで必要なんですけれどもこれの上でざっくりとした私どんな医療ケアを受けたいのかという話を考えてみる。 とにかく長生きなのかなとか辛くないのが優先なのかなとかそして、えーあとね、自分の考える延命治療ってどういうことかなということで、えー、考えていただくといいかなと思いますそして、えー、これ誰と相談して決めていこうかなとかあとですねぜひ相談したい医療の、ねえー、介護だとかねそういうスタッフは誰だろうなと。 いいいいうこととも考えていて欲しいなと思いますそして、どこでどんな暮らしをしていきたいかなとそういうことも考えてみていただきたいかなと思います。で、これを誰かと一緒に考えてみること、これが人生会議というふうに私たちの方が考えております。なので、えー 自分のです、ね、価値観だとか、選考だとか、ね、私、こういう人間ですよということを、ね、ぜひ、えーえー、伝えられるように、ね、していただけたらいいかなと思います、自分の深掘りなんて言ってるんですけれども、はい、これがあの今の時点の皆さんにやっていただきたいなと思う人生会議でございます。